こにゃにゃちは、みやんです。浮かして一日が経ちました。おたまさんたちはどんな変化をしているのか見ていきましょう。まだ大半が底の方に沈んでいる感じかな。本とかネットで見てみるとだいたい1日半で泳ぎ出すそうです。早く生まれた子はおたまじゃくしの形になってきています。こっから何匹生き残るのでしょうか。100匹、50匹取れればいいかな。では今日はこの辺で。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。